の新型シンター、新型か、カードがこう届く。合ってんのかな、こっちで。あ、このまま小学校に直通してんだ。へぇ。なんとかで最近の居酒屋なんかもあるんで。あ、もう開いてんの。さあ、今晩どこまで行けるかなんだよな。JR 小田駅の案内が出てきて。そう、何せ、この後八尾だろ。でね、八尾行ったら、八尾に確か、満喫があるはずなんですよ。快活クラブがあるから。八尾ラストにして、そこでね、一晩沸かして、翌日からね、また、二日目を主に南大阪線で回る感じかな、っていう予定にしてますけどね。こっちは、これはお初か。お寺かな。あれ、ケンタッキーもあれか。色あせたわけではなく、景観条例であれかな。あ、看板もあの色になってるのかな。これが小倉小学校なんだ。お、そこになんかあるな。お弁当。唐揚げ。唐揚げ小麦粉不使用。あ、小麦粉だもんな。弁当か。居酒屋食堂。あ、居酒屋食堂なんだ。さっぱり飲める感じか。で、おまかせとか、ちょっと一個はいいか。唐揚げ、グラム200円。ああ。あ、かたくて運賃が別なんや。あ、こういう構造なんや。感覚、めっちゃ感覚ですね。なるほどな。この奥に JR の小倉駅。ああ、なるほどね。そっちのがいいかな。おっと、なんかフェンイティっぽい文字が見えてきたかな。いろいろと使えないね。今日そうですな。ああ、天下一品の文字が見えてしまった。ああ、これは天一行くしかないね。ああ、空いてるかな、これ今の時間。ちょっと微妙な時間ではあるんだよな。天一もあって便利やん。全然 JR 横町駅便利やんなんて思ってますけど、思っちゃってますけど、普通に栄えてますね。ダメですよ、ダメですよ。あくまでも今回は横町駅勝ちですからね。3勝ですからね。
どんなに栄えていようともね、特急が止まらないんじゃあ、ちょっとね、やっぱ菊がね、うん、菊の違いもね、やっぱり JR 四日市駅が見せつけてしまいましたからね。はい、あ。純烈教科。ああ、天気が。向こうも、色あれなんか。あった。向こう。で、天下一品の文字ですな。これ天一ですな。ああ、もうダメだな。天一か一品のこの文字を見たら、京都ですか。京都名物でしょ。うん。仕方ない。もうこれはね、どうしかない。取ってしましょう。取ってリングです。へぇー。そこか。オッケー。ペットショップと併設なんだ。よっしゃ。取ってにしていきましょう。さあ、食ってきました。天外。やっぱ目が、やっぱ取ってりだわ。いやー、美味しいですね。なんかね、こっちの方ではみんな少ない。まあ、定食物は結構オリジナルが多いじゃないですか。で、なんか、長州丼セットっていうのがあったんで、食べてみましたけど、めちゃくちゃいいですね、あれ。うん。そう、こってりには白いご飯派の私には、あれですね。で、チャーシューも、要は、ラーメンに使ってるチャーシューなんで、ここちょっと赤身多いやつじゃないですか。ですから、やっぱ固定ソースとも相性いいですしね。これはね、全然めちゃくちゃ味でしたね。普通にラーメンライスにするよりも、そのあたりが良かったですね。上一ホール。ボーリング場？あ、営業中なんだ。へぇ。えらい。てっきりこれパチンコ屋さんかなんかなかと思って、強楽的なあれなんかと思ったらあれなんですね。ボーリング場なんですね。へえ。おか、いいな。いいな。この潔い名前好きだな。あ、ここに任天堂なんだ。へえ。何作ってんの？任天堂。へぇー、任天堂資料館。こんなの作ってんだ。じゃあ、ミュージアムみたいになるのかな？もともとがあれなんだ。へぇー。ビデオグラフ、どうなってん？あの感じから見ても、多分昔からあれでしょうね。駅前が内駅はこっちかな。肉ガチャ、あんなとこに肉ガチャあるんや。近鉄やれば立ってた方がいいな。こっちも駅前か。うわーん、こっちか。こっちっぽいな。近江牛なんや。へえ、うん。駅はこっちやなくて、こっち？もう分からん。もう分かってない。そっちが駅前っぽいもんな。さっきやな。よっしゃ。おっと、なんか当たった。
よし。また独特なやつが売っとるね。で、カッパスチあって。おっと。こっちで。あ、そこか。何この隠れ家さん。何時？あ、6時前か。今から新放送に行くの？新放送よくない？何これ、最大周期、あ、橿原神宮の保育やつか。行く確定が、ストンと来れば、行ってもよ。あ、でも別に、新田辺で乗り換えていけるのか。こんなことね。今日はこの辺か。こんなとこ、こんなとこで乾き屋さん。すごい、駅前にこんなあるね。よいしょ。そうね、本堂こっち方面には行きやんねやろ、こっちから。なんか、京都線と橿原線はこういう方が多いな。さあ、比較的多いのかな。もう昔からこれはこうなのか。なんか今結構ありますよね。タコ地蔵駅とかも確かこんな構造やったし。まもなく一番線に電車が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。先輩と遊びの使いか。